はい、こんにちは、片山です。今回はですね、なんと、教えてる生徒がですね、僕いろいろ中学生、高校生に勉強教えてるんですけど、その中の教えてる生徒がですね、高校で、武生高校でなんですけど、1番を取ったんでね、それについて話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。すごいっすね。いや、すごいと思います。で、ちょっと事情をね、福井県の事情を話しておくと、福井県っていうのは、公立高校ね、福井市と越前市があって、この武生高校ってかなり結構優秀な学校でですね、サイバーエージェントの藤田進さんとかも、武生高校出身なんですけど、僕らの住んでるところでは、この武生高校ってですね、すごいいい学校なんですよね。で、僕自身も武生高校だったんですけど、で、福井県全体で言うと、ベスト3言うとですね、藤島、越、武生って、あるんですけど、学生みたいなのがあって、地域というかね、だから僕らの時はもう学生があったんで、賢い子はもう越とか藤島には行けずにですね、武生ばっかり行ってたと、もう優秀な人はみんな武生行ったって感じですね。偏差値的に。で、最近はですね、学生がなくなって、もうどこでも選べるようになったんですけど、ちょっと遠いのもあるんで、武生でも賢い人はほぼほぼ武生に行くっていう感じで、で、その中の本当数名がですね、どうしても医者になりたいとか、そういう人とかは藤島とか選んだりするんですけど、その同じように、僕らと同じようにですね、武生高校を選ぶっていう感じですね。で、その中でですね、この、かなり優秀な学校なんですけど、これ、武生高校行ってた人は分かると思うんですけど、武生高校で一番って結構とんでもなくてですね、で、友達とかに言ってもですね、かなり驚くと思うんですけど、そうやって取ってきたんですよね、実際。で、いや、すげえなってことでね、僕もちょっと、実際しびれたんですけど、それを聞いたときにね。で、この生徒、どんな生徒かっていうと、ざっくり話しておくと、将来の目標、学校の先生になりたいな、みたいな感じで、で、その武生高校に入ること自体ですね、結構頑張って入ったんですよ。中学校3年生の時に、ちょっとやばいんで、みたいな感じでね、入ってきて、ちょっと今、名前はなるべく出さない感じにしますけど、どれかな。これ、中学校の時のね、その子の確認のテストなんですけど、最初26、33とか来て、でも48になっちゃってね、このテスト、確認テスト8月か9月の 4回目からすごい難しくなるんですけど、そこで48番って取っちゃってやばいってことでね、確かここら辺で習ってきたんですけど、で、次のテスト43番。で、その後ですね、僕の教えを受けて、27番とか、で、15、16とかまで行ったんですよね、1回ね。で、ここからですね、1番取りに行こうぜとか、10番内取りに行こうぜとか、そうやって話してたんですけど、そこからなかなかね、22とか18とか16で、もうここら辺に来ると武生高校結構楽に入れるんですけど、この最初40番とかだったんで、結構その高校に入ること自体ですね、結構必死に入ったと。で、僕らの時は400人だったんですけど、今は定員300人ぐらいですかね。理数科合わせて330人みたいな。で、その中で結構ギリギリ引っかかるような感じか、もしくは200番ぐらいかなみたいな感じで、入ったのかなって思うんですが、で、高校でもですね、今まで200番とか100番とかだったんですよね、それがね。これが高校の方のデータなんですが、中間テストとかでいうと最初317人中207番とか195番とか、どのデータを見るかでちょっと違うんですが、5教科でもですね、280人中の180番とか、そんな感じだったんですね。だから、その、武生高校で1番取るとかって、もともと天才みたいな人たちが結構いると思うんですけど、これ武生に限らずですね、もともと頭いい人はいいじゃないですか。でも、この子の場合は違うと、そうじゃないと、僕はそれを強く言っておきたくて、こっちは県模試のデータなんですが、316人中ね、校内で183番、で、県順位だと1235番とかね。ちなみに国公立入る最低ラインが1000番ぐらいかなっていうところなんで、そんなにもう良くないと。ちなみに僕これ、高校の最初に受けたやつは僕は4000人中県順位300番とかだったんですけど、最初がね。校内順位僕は400人中50番ぐらいだったですかね。全然大したことないんですよね、元は。今ちょっとディスるわけでは全然ないんですけど、そういうつもりではないんですけど。で、最近のデータで言ってもですね、121番とか。そんな感じなんで、300人中121番と。で、それがですね、今回1番取ってきたと。で、それもね、ですね、今回のやりとり面白くてね、教えに行って、家に行ったんですけど、そしたらちょっとお母さんが入ってこられてですね、すごくいいお母さんなんですが、いや、すげえ優しくてね、お母さんお父さん。で、その時にいつもなんかお茶とか出してくれたりするんですけど、その時にですね、先生、ちょっと相談があるんですけど、いいですかみたいな。どうしましたって言ってね。で、ちょっとこの間受けた検問士の点が出たんですけど、なんかちょっと間違ってるみたいでと言ってきてですね、えっつって、なんかもしかしたら、なんかマークなんか書き間違いなのかなとか、採点のし間違いなのかなみたいな言うんで、なるほどと思って、300人中なんか300番みたいな感じですかとか言ったらね、いや、それがね、先生って逆なんですと。えって言ってね、僕もね。なんか逆なんですと。で、どういうことですかと。そしたらなんかその逆で、そう、すごくいいんですと。で、何番ぐらいですかと。みたいな。なんか間違っちゃって、そのなんか1番とか2番ですかみたいな言ったら、そうなんですみたいな言うんですよね。で、あ、それはちょっと間違いかもしれませんねとか言ってね、僕も最初ね。だからちょっと自己採点とかそういうものを聞いてはいるんですけど、もう一回ちょっと確認して、自己採点とかちょっと教えてもらえますかって言って、で、自己採点でも結構できたとは言ってたんですよね。で、それが、まあ、自己採点ちょっと記述の部分とか低めにつけたらしくって、もうほとんど点ないみたいな感じでつけたらしくて、実際はそれよりも上がると。あ、で、なんかそういうことだとちょっとあり得るかもしれないですねみたいな話になって、で、なんかその証拠画像みたいなのをですね、証拠画像っていうかもうその結果返ってきてるんで、それをちょっと見せてもらってたんですが、どれかな、これですね、これ。どこを見ればいいのかな。なんか、これですね、これ。これです。1番ですよ、これ、校内順位ね。まあ、ただこう1番と言いながら、実はこれちょっと文系順位なんで、文系で見ると148人中1番で、そしてその理系まで含めて見ると、全部で315人いるんですけど、まあ、2番ってことなんですけど、まあ、もうでも1番って語ればいいと思います、僕はね。こういうのは出したもん勝ちなんで、だからまあ実際、まあ2番、まあ、実際それでも315人中2番でもすごいじゃないですか。で、それが148人中1番と。それ国数 A で見たときですけどね。で、ちなみに、その全科目で見ると、まあ、社会とかもね、含めて見ると、これですね、314人中4番ってことでですね、まあ、それを僕は自分の手元のデータでは314人中4番ってことでね、今回書いてるんですけど、まあ、どっちにしてもすごくないですか？で、これ、県順位で言うと、なんか40番とかだったかな。県順位はどこを見ればよかったかな。まあ、今まで1000番とかですね、ちなみに500番とか300番とか取れたら結構かなりいい方ですから、もう100番とか取ったら天才みたいな感じなんですけど、県でね。僕は一番良かった時で300番でしたけど、県順位どこ見ればいいのかな。なんかこうやって喋りながらだと分かんなくなってしまうんですが。これですね。これですね。これ県順位ね。3447人中45番と。1800人中11番とかね。いや、すごいっすね。ほんとすごいと思う、僕はこれは。正直、むっちゃすごい、なんかドヤ顔でちょっと喋りたいんです。まあでも僕がっていうより、このやった生徒がすごいですよね。まあ僕はそのやり方とかは教えたんですけど、なかなかみんなそうなるわけではないんで、残念ながら。でもこの子はやったってことですよね。で、なんかそんなこと言うのも悪いんだけど、うちの子じゃないみたいでみたいなことをね。で、なんか、その子供もそうです。それで全然、ね、お母さんがそうやって言うのも全然問題ないですと、みたいな感じで言ってたんですけど。いや、すごいですね。1番ですよ、1番。まあ、その見方によっては2番とか4番とかなったりしますけどね。ただ、文系で見たら、武府高校で1番と。理系まで含めても2番。県で見ても 4番とかね、40番か。45番。まあでもとんでもないですね。そういう結果はね。結果とんでもないです。で、これですね、ただですね、これ偶然出したかっていうと意外とそうでもなくて、僕はずっと1番目指せって言い続けてきたんですよね。で、みんなに言ってるんですけど、まあこの子もね、中学校、まあ40番とかからこう始まってですね、中学校、武高校入るのがやばいと。まあ30番ぐらいにいればギリギリ引っかかるかなみたいな、まあ40か30かぐらいにいれば引っかかるかなみたいなところなんですけど、でも僕はこういう時から今から1番目指せと、中学校でね。ずっと言い続けてきたんですよ。で、誰も本気にしないんですよね、それをね。でも1番目指せと。で、じゃあね、その中学校の間になかなか1番って時間がないと難しいかもしんないけど、そんなことないんですけど、たとえそれが難しくても、じゃあ武雄高校行った後ね、1番取りなさいと。で、そうするとまたみたいななって、だって武雄高校ってその賢い人たちが集まるんで、その中で1番ですかと。1番の人って結構とんでもないんですよね。なんかこのね、中学校のテストでいうと、この子は400点ぐらいですけど、1番ってなんか480点とかそういう子もいますし、だからモンスターみたいな感じで、そもそも勝負に行かないと思うんですけど、まあ目指して450とかそんな感じになるんじゃないですか、普通は。でも僕は1番取りに行けと。で、中学校でそれは難しくても、高校行って1番取りに行けと。でそれをその誰も本気にしないんですけど、僕は大真面目に言ってると。でそれなぜ僕がそれを言うかっていうとですね、僕自身ですね、そんな気持ちじゃなかったんですけど、広島大学医学部目指して、まあ、ちょっといろんなところでね、ドヤ顔で言ってるんで、もう知ってる人は知ってるかもしれませんけど、僕、その8ヶ月で日本で96番取ったことあるんですよね。でもちろん、それ取るまでそんなことできるとは思ってなくて、なんかそれ取った時に、なんかそんなもんかみたいに思ったんですけど。意外となんか大したことないんだなとか思っちゃいましたね、正直ね。まあ、そんなこと言ったらなんか悪いかもしれないですけど。で、それとかですね、あとはですね、1番にしか価値がないっていうね、1番にしか価値がないと、これもすごく僕は大人になってから考えるようになって、だって大人の世界ってそんな感じですよ、もう本当に。コミュニケーションアプリとかね、皆さん何使ってますか？絶対 LINE じゃないですか。買い物を Amazon しか使わないでしょ。1番しか残らないんですよね。で、それはネット上だとすごい顕著なんですけど、僕は1番にしか価値がないってことを大人になってですね、すごく何度も感じてきたというか、で、言い訳できないんですよね。その相手の方が能力高いからとか、昔からやってるからとか、年上だからとか、そんなこと全然言い訳できなくて、若くてもですね、若い人が倒しに行ってるでしょ。世の中、なんでもね。まあだからそういう思いでずっと1番取りなさいと。で、しかも僕はできると思ってたんですよね、それが。まあ自分のそういう経験があるんで、あの時僕がやったね、やり方とかを、忠実に再現していけば、全然、他局高校で1番とか簡単でしょと。これ全国96番ってこれ取ったのって、まあ普通にね、単純計算で、47都道府県で割ると、まあ、県で2番と。で、しかも東京とか大阪とか強い人たちいるんで、まあ、福井県で言ったら1番か2番だなと。みたいな時に、武府高校で1番なんか楽勝だと思ってですね、そうやって言ってたんですけど、ただですね、それをね、やっぱね、その条件があって、やっぱ言われたことを素直にできるかとか、あと十分努力できるかとかね、その鉄人みたいな努力っていうよりも、普通にやれるかと。で、そういうのがあるんですけど、やっぱ聞かないんですよね、なんかね、生徒申し訳ないけど。もっと素直に聞けよって思うんですけど、ちなみに僕も今大人になって先生に習ってて、その先生の言われたこと全部はいなんで、もう全部聞いてるんで、僕自身もね。でそれがなぜか中学生とか高校生とかって結構自己流に陥っちゃってですね、聞かないんですよね。でも学校ではこう言われてるからとかね、言ってね。わかるんだけど、気持ちはわかるんだけど、いや、それじゃないんだよと。まあだから、まあ仕方ないから、じゃあ、それならそれでみたいな感じなんですけど、まあでも言われたこと素直にやって、そして努力してくれるっていうこう条件があれば、1番なんて簡単に取れると、まあ、僕は常々思ってまして、でそれがなかなかそういう生徒が今までいなかったんで、僕もちょっとへこんでたんですけど、まあ、今回ですね、この生徒が実際取ってくれてですね、ちなみに僕だけの力ではないですよ、もちろん、全然。僕はやり方を教えて、あといろいろね、努力できるようにいろいろ励ましたりとかですね、どうやったら頑張れるのかとかそういう話も含めてですね、まあ、してはきたんですけど、やったのはこの生徒自身なんで、ただ今まで僕自身弱かったのは、僕はこうやって全国96番取ったことあるんですけど、生徒がそこまでは、上がるのは上がりますよ。上がるのは上がるんだけど、そこまでは取ったことがなかったんで、なかなか自分としても弱かったんですけど、今回ですね、こうやって1番実際取ってくれたと。ってことでですね、これやべえ、俺の価値上がったなみたいに僕は思ってるんですけど、まあでもそんな感じですね。で、正直、じゃあ実力伴ってるかっていうと、まだまだ僕としては、まだまだいけるでしょみたいなね、自分がやってた時と比べるとそうやって思ったりするんで、で、現状以上にですね、1番で出てしまったところがあるんで、まあ、まぐれといえばまぐれかもしれないですけど、ただ僕はこの生徒にも言ってて、でもね、それでもいいんだと。で、じゃあね、まぐれで出せるかと、1番が。ね、僕はまぐれでも出したかったですよ、1番。でも、まぐれで出せません、そんなものはね、完全には。だから、本当のまぐれではないという感じですね。ちなみに、この子、数学178点ですからね、200点中、今回。やべえなって思うんですけど。まあ、最初数学がね苦手で数学分かりませんみたいなね、高1の時そんな感じだったんですけど、いや数学なんか楽勝だからってことでね、いろいろやり方教えてて、でそしたら178点ですよ。200点中178点で、最近この子どんな風になってるかというと、今高2なんですけど、数学ばっかやってるんですよね。なんか今数学じゃないでしょ、英語でしょとか僕言うんですけど、なんか数学が楽しくなっちゃって数学ばっかやっちゃって、で英語からは逃げてるみたいな感じなんですけど、いや英語やれよ英語って感じで、まあそれ話し合ってね、英語やろうってなってるんで英語やりなさいよって話なんですけど、まあでもそれぐらい数学好きになっちゃって、で国語がこれ何番ですか、国語がなんか国語もそんな140点ぐらいなんですけど4番とかですかね、確か5番か、ね、数学178点で6番、英語はちょっとね136点で31番みたいに出てて、英語は弱いんですけど、で今必死に英語やってるんですけど、ただなんかこの子数学ばっかやっちゃっててみたいな英語向き合わないといけないですね。でこの子先生目指してるんですけど、先生って大体センター 75% で入れるんですけど、いや 90% 取れと、 90% 以上で東大とか医学部目指せと、あそういうこと言ってるんですよね。僕進路に関わらず東大とか医学部レベル目指せと、ね、でそうじゃないとなめられるぞと、先生になった時にね。昔はね夏目漱石が先生ですからね。でも今時そうじゃなくて、そのまあ申し訳ないけど昔の僕みたいに二流三流の人がですね先生を目指して、でなめられると、そうじゃなくて、で僕は正直先生っていう職業をおすすめしてないです。おすすめしてないけど、でもその行きたいって言うんだよ、だったら一番目指していけと、ね、で医学部レベルとかそういう力をつけて簡単なん でそっから好きな大学分野好きに目指せと、ね、であと言っておきたいのは、そのまあ、この話でも言ってるんですけど、現状とか能力って一切関係ないんで、そんなもんどうでもいいと。今何番だろうが、今300人中のね200番だろうが250番だろうが、場合によっては300番だろうが関係ないんで、一番目指しに行きなさいと。まあみたいなこと言ってるんですよね。で、まあ、今回の2人の振り返りなんですけど、まあ、1回なんか本人言ってたのは、まあ、今までそうやってね先生1番とか言ってわけわかんなかったけど、まあ、正直そんな狙ってなかったんですけど、その1回取るとなんかやっぱ意識変わりますねと。だから次そうやってね1番とかは取れるかどうかわかんないですけど、まあ、難しいかもしれないですけど、まあでも次もですねそうやってね、まあ、例えば10番内とかね取ろうと思うようになりましたとかね、そういうこと言ってましたね。でまあ、僕からすると、まあ、先ほど言った通り今回正直まあでも実力は伴ってないかもしれないんですけど、でもまぐれで出せるものでもないんで、こういうのってね。で僕自身今までこういうのを狙ってきたんですよね。その指数関数的な成長っていうんですけど、まあ、2次関数とかね、つまり比例の成長じゃダメだってことで、その指数関数の成長をしてほしいんですよ。だからそういうのってどうなるかっていうと、最初悪くてもいいんですね。最初悪くても全然 OK で、最初悪くてもその基礎を積み重ねるんですよ、基礎をね。まあこういう時にいきなり点数上げようとせずに、まあいきなり点数上げた方がね、その見栄えはいいですけど、そうじゃなくて、比例を狙ってないっていう感じですね。指数関数を狙っていると、だから指数関数のグラフイメージしてもらうと分かると思うんですけど、まあ、最初全然結果出なくていいんで、その基礎を積み重ねまくると。でそうすると、まあちょっとこのマウスでやりますけど、ウィーってね、最初低いんですけど、急にどんどん上がってきて、こうやってね、まあ、指数関数やってるんですけど、まあ音声だけ聞いてる人はわからないかもしれませんが、とにかく、まあなんで、その最初悪くてもいいんだけど、その後で一気に伸びてそうやってやってるとね、まあイメージしてないとそうならないですよ、そういうのって。で後で一気に伸びて、そしたらそうやって伸び出した時に、もう周りにはですね、もうその時手がつけられなくなる状態と。手がつけられなくなるんですよね。その同じその番数でももう伸び方が違うと。でそこから真似ようとしてもそれできません。ね、まあみたいな感じでそういうのを狙ってきたんですよね。でそういうのができたんでね、一つ今回はですねすげえ僕としてもしびれたというか。でそしてですね、そうなったら、まあ、今回2人で話し合ってるのは、まあ、1番取って決めすごいけど、でもこんなもんで、その上には上がいるんだから満足するなと。で満足して緩めていいのは世界一取った時だけと、まあ、そんな感じですね。でそれ結局永遠に来ないんですけどまあだから多少休むとかはいいと思うんですよ、一瞬ね。一瞬休むとか休むというか息抜きはいいと思うんですけど、ただそのこんなんで天狗にならずに、全然こんなも大したことないんで、県で1番とか学校で1番とかね、日本で1番取ったらまあすごいなって思いますけど、それでもまだいけると。ね。で、Amazon のジェフ・ベゾス世界一なんですけど、どんどん上行ってるんですよね。だからそういう感じで、どんどん上には上がいるってことを認識して、ね、自分はまだ何も知らねえと思って、どんどん上目指そうなっていう話をしてるんですよね。まあ、ということで、いろいろ話してきました。まあ、最後終わりになんですけど、まあ、僕が今回この話で言いたいのは、今回受験生のね、まあ、話の素材にしましたけど、ただ、誰でもこういう状態を作ることができると。で、まあ、受験勉強している中学生、高校生ね、能力に限らず、みんなそうですし、能力関係なく学校で1番とかね、どんどん狙っていってください。で、あとは、僕らみたいにですね、仕事してる大人ですよね。現状悪くても、何をやってるかです。で、この指数関数の成長をイメージして、今何をしてますかと。だから現状の、ファンの数とか売り上げとか、そんなのどうでもいいんですよね。どうでもいいってことはないんですけど、どうでもいいと。ね、まあ、現状ね、見てくれてる人たちにはもちろん感謝ですよね。ただ、それが少なくても全然気にすることなくて、指数関数のイメージをすると。だから最初悪くてもいいのでね。で、そうやってなるためにポイントがあって、やっぱり方向性合ってるかと。ね、やることを向かってる方向性合ってますかと。で、あとはやり方いいですか、それだと。まあ、今回のやつとか、もう決定的にやり方が良すぎると、この生徒はね。まあ、って自画自賛みたいで、なんかは申し訳ないんですけど。まあ、他の人がやってる勉強のやり方ともうちょっとレベル違いますから、やり方を見るとね。まあ、だからそういうものを人に習うってことですね。知ってる人にね。まあ、自分で考えるのもいいんですけど、一番楽なのは人に習うと。思いつきませんから、自分ではね。だからお金払ってでも、どんどんですね、投資して人に習って、で、あとは努力、マインドですね、考え方とか、目標の立て方、そもそも一番狙わないとこうならないんで、まあ、今回の生徒はあんま狙ってなかったんですけど、でも狙ってる人と狙ってない人は全然違うんで、あとは努力できるかっていうところはポイントとしてあるんですけど、まあ、ただですね、今回の話聞くとですね、まあ、先ほどもお見せしましたけど、全然最初大したね、成績じゃないのは分かると思うんですよね。この300人中207番とかね、195番とか。で、県順言っても1000番とかね、そんなんだったんですけど、まあでも着々とね、上げ続けてはきてましたけどね。まあでも、つまり誰でもできるってことですよ。だからこれがもともとね、なんか1番とか10番の生徒が1番取ったとか全然面白くないんですけど、何の希望も持てないんですけど、こういう話聞くとですね、希望持てるんじゃないかなと思って、で、僕自身もですね、すごくこれ、自分自身希望湧いてるんで、僕も頑張らなきゃなって思ってる感じですね。まあ、ということで、今回話をしました。ぜひぜひですね、まあ、これ結構貴重な話だと思うんで、ぜひ感想とかですね、いろいろ送ってもらえると、またそこからですね、コメント欄でやり取りとか、していきたいなと思いますので、どんどん送ってもらえたらなと思います。まあ、僕もですし、皆さんもですね、切磋琢磨しながら頑張っていけたら僕も嬉しいですね。以上です。ありがとうございました。